ということで次の目的地に着いたんですけど、ご覧の通りですね、入園がもうできない状況になっておりまして、で4時にね入園できなくなるって話だったんですけど、我々が着いたのが4時1分で1分遅かったんで、どういうことですか。まあいや、まあ、いやでも本当にねここだったらインスタ映えするようなかっこいい写真が撮れたかなって思ってここにしたんですけど、まあいろいろ信号とかほら渋滞とかほらいろいろあって間に合わなかった。まあ、まあ、もうちょっとこのご飯をもうちょっと早く食べてたらなっていうのもあるけどね、僕としてはね、うん、もうちょっとだから寸止めだったけどさ、もうちょっともう猫舌じゃなくてさ、もうちょっとパパパッて振ったらまあワンちゃん、まあ、いやまあ届きでふざけすぎたってなったし、電話かかってきてんじゃねえかよ。目覚ましなんだよな、もうだからもうだからもう24時間経ってんだよ俺もう来てよ。動画は最悪100分ずっていいとして、画像をねまだ撮りきれてないんですよ、うん、かっこいいの、うん、変な顔、こんな顔ばっかじゃん俺。いやそんな顔、うん、まあそれ岸井くんのスペックやもん。スペックじゃなくてだから最悪どこでもいいからその9枚かっこいい写真を撮ってから、1人じゃ撮れないでしょだって。だから協力してほしいんだけどダメか。帰ろうや。いや帰ろうやじゃなくてさ、だからいやもう帰ろうよ。終わり終わり、これもう終わり。何よ、いや帰んないよ。終わり。はいはいはい。いやいやいや、ちょ、はい、いやはいじゃなくてさ、はいじゃなくて、じゃあ分かった1万円あげるよ。じゃあいいよ。いや金かい。金の問題かい。じゃあもういいか、とりあえずじゃあ9枚撮ろう、かっこいいのバチッていうの。はい、うん、それで解散。着くとこ急いでいこう。はい、うん、次行きましょう。レッツゴー。はい、チじゃなくてわすごい、あいいね、めっちゃいいじゃん、すごいなここ。しかもこれ今建物の上歩いてるからね、あラピュタの庭園みたいな。どういう写真にがいいんだろう、こういう写真とか。いやそれはきついべ。おお、いいんじゃない、階段使ってる。あーきつ、早くこけたのにカッコつけてる男っていう。見して見して。おおなんか思ったのと、こういうのとかよくあるよね、この壁に寄りかかってるみたいな。あで、もう一発なんか違うな。なんかそういうことじゃないんだよな。なんか来てもらってるみたいな。表現が最低やん。気持ち悪いな。全体的に気持ち悪いな。なんでそんな気持ち悪いの。かっこいいの撮ってよ、かっこいいの。限界。何の？飼育のスペックの限界。あ、じゃあ分かった。接写しないで接写。ちょ、俺こっち立つから下から撮って普通に。これでいい。そんな下から行く？どっから撮んの？あ、いけないいけない。すごいいけない。なんか今のところそれこそラピュタみたいな。ラピュタのあの機械が登場したとこみたいな。ちょうど。場所移動します。何かパンケーキを食べるの、ここで。パンケーキ美味しいんでしょ、パンケーキ。ここ。じゃあ食べますよ。はい、うわすげえ。めっちゃ柔らかい。ちょっと待って、やば。何これ。
まい。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばい。あ、やれと。なんでここに来たかって。なんでここに来たかって言った。だからね、もう僕がここに来た理由、それは、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、岸はハゲてる。関係ないか。ということで、ここ、高倉町コーヒー店に来たわけですけれども、非常にね、いいところなんで、皆さんぜひ、僕はね、こうパソコンでよく作業するんですけど、ね、それにも持ってこいよね。で、Wi-Fi もめちゃくちゃあるので、めちゃくちゃいいとこなんですけど、でも結局ね、ここに来た目的、それはね、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ、ちょ、もうこう、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、キシイワハゲてるーっつってね。危ない危ない。はい、行こう、はい、行こう、もう行こう、もう行こう。おい、パルテノン神殿。うん。ということで、あ、やべえ、べえ、ドアップだ、ドアップ、あ、やべえ、口のドアップだ、気持ち悪い、気持ち悪い。その自覚は。ちょっと離れないで、恥ずかしいから。ということで、やってまいりました。もう皆さんご存知の、みんな大好き、多摩センターでございます。いや、知らん。なんて？いや、知らん。なんて今、なんつって今、知らんに。タマセンターで初めて知った。いや違う、そうじゃなくてツッコミが、なんつった今、知らんにつった。そう、ここはどういう街ですか。なんで2人で1人で持つの。まあいいけど、まあ、綺麗な街並みなので、ここ絶対かっこいい写真が撮れると思うんで、ここで決めポーズとかね、かっこいいのバシッと撮って最後終わりたいと思います。行きましょうか。眠いんだね、もう、うん、OK。 インスタ映えするようなかっこいい写真を撮っていきたいと思います。二人いてこんな俺恥ずかしがるっていうのなかなかないよ。声ちっちゃくね、めちゃくちゃ。なんで持ってくんないの。これは早く2枚目ね。はいはいはい。あとで載せればいい。ああ。で、まあこれはカラーバージョン。ああ、でこれはちょっと後ろがあんまり切らない。ああ。いい感じ。ああ。あ、いいね。いいね。いいね。違うでしょ。いや、もうシンプルに隠れてないよって。いいんだよ。おいおいおい。これですね、パルテノン多摩っていうその劇場なんですよ。この階段とかね、割と映えそうでしょ。ということで、多摩センターでちょろっと撮影したわけですけれども、はい、やっぱりかっこいいの撮れましたね、うん、じゃあこれをね、僕武器にちょっとマッチングアプリをやってね、ちょっと彼女を作りたいなーなんて思うんですけれども、まあ、でもその前にやっぱりね、うん、女子の反応を見たいんで、まあちょっと誰かに、まあ、LINE でちょっといいかどうか確認して、で使えたらまあ使おうかなーなんて思うので、ちょっと確認してみたいと思います。じゃあ一旦終わりでここで、はい、はい、ということで以上、岸でした。行きましょう。